古い町並みを流れる多幸法王県は、湖南省省政都茶族王族自治州に位置する県。中国の現代作家鎮十分の故郷である。2001年国家歴史文化名城となった。法王県の古い町並み法王は、小政の丘陵地区、多幸の中華流域に位置し、全県にわたり、産地が多い。法王県は、古くから苗族と土茶族の集中地域であった。 民がご最長官誌を施設し、清が領域内の法王山から名を得て、法王県庁を置いた。1913年法王県となった。2001年中華人民共和国国務院が特別に許可し、国家歴史文化都市の一つとなった。2014年7月、ユネスコ世界遺産の登録を目指している法王、古城畜前域が洪水により水に浸かり、約5万人が一時避難した。 2020年中国南方水害では、6月29日午後から深夜にかけて、鳳凰県内の雨量が112.5ミリに達し、市内の定地は洪水となった。鳳凰ことの多孔漁岩の景観道路が水没した。農業では主に稲穀、トウモロコシ等を生産し、特産はオサンショウオである。現在国家品コンフジョ開発の重点県である。 落布化視線が中間している。2007年8月13日、多幸大橋が、春工間近に倒壊した。鳳凰の風景中華人民共和国成立以前の100年余り、鳳凰はずっと、小生なエクの政治、経済、文化の中心であった。全県の半分以上の人口は土ャ族と苗族である。現在、県政府のある町は依然として20世紀初めの、 歴史的景観を維持してきた。県の境界内の古代宮王族の民家、高床式家屋などはすべてそれなりに良好な状態で保存されている。古い町の外にはまだ当大の、木、糸橋城、港方苗津吉町城などの遺跡がある。ありがとうございます。